大変長らく市民球場です。埼玉西武ライオンズ対読売ジャイアンツ、このゲームの模様をお送りいたします。ライオンズの先発は右の本田、対するジャイアンツの先発は右の畑、以上の両先発。さあ間もなくプレイボールです。右の本田マウンドに上がります。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、トップバッターは立岡。背番号39。さあ4球目、打った、右中間へのフライですがヒットになります。ボールは中継、立岡いいバッティングを見せました。ライオンズ先制のピンチを迎えます。増田大輝、背番号0。第9球投げました。初球から送ってきました。ボールはキャッチャーの前、アウト。山田取ってアウト、ランナー三塁に進みました。ライオンズなおもピンチが続きます。68。第2球投げました、打ちました、内野ゴロ。渡辺取った、一塁へ送る、アウト。これで2アウト、ランナーは三塁変わりません。ウレーニャ、背番号98。第5球投げました、ストレート、空振り三振。さあリプレイです。ライオンズまずは無得点に抑えました。さあ先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で戸川。第9球初球打って出た、ライナー破った、センターバックホーム、戸川ナイスバッティングです。ライオンズなおもチャンスが続きます。第9球初球打った、ショート右横のフライになりました。抑えた、これで2アウト、ランナーは一塁三塁変わりません。背番号52。第9球ランナー走った、外れた、キャッチャー送球、二塁はセーフ、ランナーが。2回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。この回のトップバッターは八百板。第2球投げた、打ちました、ショート右へのゴロ、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは指名打者北村。北村背番号52。第5球投げた、打ちました、1・2塁間への当たり、ベースカバーに入る、本田取ってアウト、これで2アウト、ランナーありません。第4球を投げた、ストライク、見逃し三振、本田最後は見逃し三振に仕留めました。2回の表が終わって0対0です。3回の表、2点を追いかけます。ジャイアンツの攻撃、先頭バッターは湯浅。第9球投げた、初球から打ってった、これは内野ゴロ、アウト。メヒア一塁踏んでアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは9番岸田。背番号38。次が4球目、投げた、インコース引っ張った、ライナー破った、レフト前ヒット、クリーンヒットです。岸田いいバッティングを見せました。バッターはトップに帰って立岡。第2球投げました、打ちました、引っ掛けた、メヒア交代、ヒット、一塁ランナー二塁を回った、立岡ナイスバッティングです。ピンチを広げています。第9球投げました、打ちました、初球打ち、一二塁間のゴロ、一塁送球、ジャイアンツ1点返しました。ライオンズなおもピンチが続きます。左バッターボックスは3番秋広、最初のバッターボックス打ちました、あっと引っ掛けた、これはヒットになります。二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む、ライオンズ追いつかれました、2対2。さあ先ほどの同点の場面です。バッターは4番ウレーニャ、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。打った、本田ボールを取る、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。3回の表が終わって2対2、ライオンズこの回2点奪われ同点とされています。同点で迎える3回です。バッターは戸川。第9球外角外れてボール。第2球投げました、ボールインローへ。第3球を投げました、空振り。第4球は
打ちました。これはいい当たり、入れば勝ち越しだ。打球はセンター見送った。ホームラン、ソロホームラン、右中間スタンドに叩き込んだ。ストレートを完璧に捉えました。さあチームメイトからも祝福を受けます。勝ち越しの場面、映像でご覧いただきましょう。試合はこれから中盤4回に入ります。この回の先頭バッターは八尾板。最初のバッターボック打った、これはいい当たりだ。入れば同点だ。伸びた、ライトセンター見送った。ホームラン、同点ホームラン、右中間スタンドへ吸い込まれていった。初球を持っていかれました。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。今の同点のシーン、リプレイでご覧ください。バッターは DH の北村。最初のバッターボックスはファースト、外のボール引っ掛けた。レフト前に出る、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番石川。今日2度目のバッターボックス。インハイ、空振り三振。本田3球で仕留めてみせました。第2球投げました。おっと、当ててしまった。デッドボール。バッターは9番岸田。これが2度目のバッターボックス。投げた、初球を打ちました。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。4回の表が終わって3対3。本田この回さらに1点を失いました。ジャイアンツこの回は打順よく1番からの攻撃。トップバッターは立岡。投げた、打ちました。本田掴んだ。ピッチャーから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番増田。今日3打席目。第1球投げた、これは引っ掛けた。フラフラっと上がった。渡辺落下点に入った、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは3番秋広。投げた、打ちました。あっと引っ掛けた。内野ゴロ、山田ボールを掴んだ。一塁へ送る、アウト。スリーアウトチェンジ。本田上位打線を三者凡退に仕留めています。5回の表が終わって3対3です。同点で迎える5回です。今日2本のヒットを放っている戸川。ストレート見送ってストライク。第2球投げた、ボール。第3球は打ちました、いい当たり、三遊間ライナー破っていった。戸川いいバッティングを見せました。さあ2アウトから勝ち越しのランナーが出ました。バッターは4番メヒア。今日はショートフライと三振。第1球ストレートはボール。第2球ランナースタート、2塁送球はどうだ、盗塁成功。ライオンズ大事な場面で盗塁を決めました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ジャイアンツここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。次は4球目、投げました、打ちました。ファウルボールにご注意ください。第5球投げました、打った、強い当たり、入れば勝ち越しだ。さらに伸びていく、掴んで、これで3アウトになります。リプレイをご覧ください。二塁ランナー戸川残塁に終わりました。5回の裏が終わりまして3対3です。本田降板、右の中塚今日2人目のピッチャーとして登板です。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。次は5球目、逆らわずに右へ、アウト。メヒア一塁ベースを踏んでアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番八尾板。これが3度目のバッターボックス。おっと、デッドボール。バッターは指名打者北村。今日はファーストゴロとレフトフライ。投げました、初球打った、抜けた、センターからサードへ。北村ナイスバッティングです。ライオンズピンチを迎えます。バッターは7番石川。ここまで2打席連続三振。渾身のストレートを見逃す三振。中塚ナイスピッチング。バッターは8番湯浅。今日はファースト、打ったいい当たりだ。一塁送球、山田軽快な守備を見せました。スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。二者残塁。6回の表が終わって3対3です。
試合は終盤7回に入ります。先頭バッターは岸田。第9、投げました。低めのボール引っ掛けた。これは平凡なレフトフライ。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。代打は陽に代わりまして、陽背番号2。第9、投げました。打った。初球打ち、センター下がった。ヒット。陽いいバッティングを見せました。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。バッターは2番増田。初球ストライクから、打った、抜けた、ボールは中継。増田ナイスバッティングです。ライオンズ同点のピンチを迎えます。さあいよいよ試合の流れが変わりそうな場面。ライオンズ内野陣はゲッツー体制。二塁タッチセーフ。第5球、投げた、三振。三振に仕留めました。バッターは4番ウレーニャ。第2球、投げた、打った、痛烈な当たり、センターバック取って、これで3アウトチェンジ。さあリプレイです。中塚やりました。ライオンズこのまま流れをものにしたい。気迫が伝わってまいります。7回の裏、ライオンズラッキーセブンの攻撃に入ります。トップバッターは戸川。今日は3安打猛打賞。第2球、投げた、打ちました。ボテボテの当たりはショートゴロ。ショートから一塁送球、一塁アウト。これはアウトです。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。8回の表、2点を追いかけます。ジャイアンツの攻撃、先頭バッターは八百板。今日はホームランを打っています。あっと引っ掛けた、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは DH の北村。第6球を投げた、打ちました、抜けた、北村いいバッティングを見せました。中塚降板、右の大曲がり。今日3人目のピッチャーとして登板です。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9、投げた、初球から打ってった。川野取った、セカンドから一塁送球、アウト。ツーアウトランナー二塁に変わります。第4球を投げました、打った、ファースト右横のフライになりました。取りました。これで3アウト。リプレイをご覧ください。二塁ランナー北村残塁に終わりました。8回の表が終わって5対3です。さあいよいよ9回に入ります。トップバッターは岸田。今日はここまで3打数1安打150キロ直球、空振り三振、ボール球で仕留めました。次は4球目、投げました、打った、川野ボールを取る、一塁送球、アウト。陽いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。あと1人。1球目ストライクから、打ちました、取りました、試合終了です。ライオンズ2点差で逃げ切りました。ご覧の通り、埼玉西武ライオンズの勝利です。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。